こんにちは。おいしいもんが食べてよしだよ。今日も簡単料理いってまうかね。最近の若い頃はあんま漬物食わへんみたいだけど、これならどうで。ほんなら行こうやか。このチャンネルではおいしい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をしてこれからもご覧いただけると嬉しいです。はい、まず長芋なんですけどもね、こういう状態で売ってると大体この、切り口のところはちょっともう使えない状態になってるはずですので、薄くね、カットしておきます。そしてね、今日は、この器につけていきますのでね、長さをこれに合わせて切っていきますよ。これぐらいかな。はい、そして、ピーラーでもちろん皮むいてもいいんですけど、結構ね長芋ってむきにくいんですよ。いっそのことね、こうやってかつらむきにしちゃった方がいいかもしれないですね。はい、そうしましたらこれをね、よっ、適当な厚み、そうだな、1センチぐらいでいいんじゃないかな。いや、割れちゃう。芋って絶対こうやって割れますよね。あ、これもう粉々になっちゃった。なんかいい方法ないのかな。これもうもったいないですからね、この粉々になっちゃったやつも食べましょうね。もう少し入るかな。こっちも切りましょうか。はい、ちょっとはみ出るかな。こんな感じですね。はい、ここへね、この白だし、これ原液だけだとねちょっと味が濃すぎるので水で半々に埋めたいんですよ。でこれを埋めるのにどうやって測ったらいいのかなっていうのがあるじゃないですか。でそういう時にね、これ水です。水がね今 300cc この中入れてあるんですよ。でこれを注いじゃって、はい、もうこれでいっぱいですよね。これね 120cc この中に入ったわけですね。でこの水はね一回捨てていきます。はい、ということはですよ、 120cc を、お水とこの白だしね、これ半々にしたいっていうわけですから 60cc ずつになるわけですよね。大さじ1杯が、15cc になりますからね。そうすると4杯ずつになるわけです。はい、お水も4杯入れていきますよ。はい、そしてね、ちょっと今日はピリ辛にしたいなと思いますんで、唐辛子をね少し入れちゃおうかな。もちろんね、これだけでつけてもこれ美味しいんですよ。はい、唐辛子で結構たくさん入れときましょう。はい、こんな感じ。そしてこれをねここへ注げば、よっ、ああこぼしちゃった。はい、これでちょうどいっぱいになるはずですが、ちょっと足りないな。まあまあまあ、この辺はいいでしょう。多分ね、上から押さえるからちょうどよくなると思いますよ。はい、じゃあ蓋をしてみます。よいしょ。こういう密閉できるやつがいいですね。液がこぼれないようにね。で、使っていくとね、この辺の隙間がね、埋まっていきますので、上の方も多分
浸かるんじゃないかなと。はい、じゃあこれをね冷蔵庫で一晩、寝かす、ね、一晩じゃダメかな、丸一昼夜は必要かもしれませんね、寝かしておくと、ちょうどいい漬け具合になると思いますよ。はい、丸一日経ちました。ちょっと開けてみましょうかね。よっ、はい、あ、いい感じに浸かってるんじゃないんですかこれ。はい、こんな感じですね。なんかね、このタレがねすごくあのとろみがあって、これご飯にかけたら美味しいんじゃないかな。はい、超簡単長芋のお漬物完成です。はい、じゃあね早速食べてみたいんですが、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。くー、最高。はい、いただきます。めっちゃこんな、さっきねあの味見の時にもうすでに食べちゃってるものが感動が薄いな。めちゃくちゃ美味しい。うん、やっぱりお漬物といえばね白いご飯が欲しいじゃないですか。用意してきちゃいました。うん、うん、めちゃくちゃ合う。でねスーパーの惣菜コーナーで唐揚げなんかも買ってきちゃいましたもう立派なこれご飯ですよね。うん美味しい美味しい。ご飯にねこのおつゆをかけたら美味しいんじゃないかって、一応ねちょっとおつゆだけ用意してきました。ご飯にねちょっとかけてみます。このとろみがねなんとも、まあもちろん長芋ですからね、あのとろみがあるのは当然なんですが、白だしのいい香り。うん、うまくないわけがない。ご飯が足んないよ。おいしかったこれ。おつゆまで飲んじゃったけど、やっぱりねちょっとおつゆだけ飲むとねちょっとしょっぱいですね。うん、でもねこの長芋の香りもこの スープっていうか漬け汁でければもうこんな簡単な料理はねえだろうっていうぐらい簡単でしたからね。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできたら嬉しいです。料理は愛だ。またね。